ラインハルト・ゲンツェルは、ドイツの宇宙物理学者である。アンドレア・ゲズ、ロジャー・ペン・ローズと共に2020年のノーベル、物理学賞を受賞した。ゲンツェルは、ドイツのバート・ホムブルク・フォア、デア・ヘイエで、個体物理学の教授、ルート・ビヒ・ゲンツェルの子として生まれた。フライブルク大学とボン大学で、物理学を学び、1978年に、PhD を取得した。同年、 マックス・プランク地球外物理学研究所で電波天文に関する博士論文を発表した。その後、マサチューセッツ州ケンブリッジのハーバード・スミソニアン天体物理学センターに勤務した。1980年から1982年までミラーリサーチフェローに選出され、1981年にカリフォルニア大学バークレー校物理学科の准教授、後に聖教授を務めた。 1986年にマックス・プランク研究所の科学会員となり、ガルヒングのマックス・プランク地球外物理学研究所の所長を務め、1988年からはミュンヘン大学で講師、後に名誉教授を務めている。1999年からはカリフォルニア大学バークレー校の正教授も兼任している。その他、少々天文学部門専攻委員会の委員も、 勤めている。ゲンツェルは赤外線天文学とサブミリ波天文学を研究している。彼の研究グループは地上と宇宙に装置を置く天文観測機器の開発に積極的に取り組んでいる。彼らは銀河系の中心で歩いて座英付近の星の運動を追跡し、超大質量の天体を周回していることを示した。現在ではその天体が ブラックホールであることが知られている。2018年7月、ゲンツェルラは、いて、ザエを周回する構成、S2 が、2018年5月の、軌道極点アプローチに向かう際に、いて、ザエから約120天文単位1400、シュワルツシルト半径の距離で、7650km、毎秒、すなわち、 高速の2.55%の速度が記録されていたことを報告した。これは一般相対性理論によって予測された赤型変異を相対論的な速度で確認することを可能にした。2018年7月にドイツガルヒングのマックス・プランク天体物理学研究所で行われたプレスリリースファーストサクセスフルテスト・オブ・アインシュタイン。 エス・ェネラル・リラティビティニアスーパーマッシブブラックホールの発表を記念して撮影された写真。ありがとうございます。